こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこれ奥恵比寿のあのガーデンプレイスだったりするんですが、ちょっと用事があって恵比寿に来て公園を見てみるとこの通りです。枝先にポツポツもう桜咲き始めてますねと思ったら、ほらこの枝なんかすごいたくさん咲いてますよね。こことか、あとそうそう、この辺もう近くに咲いてたりします。結構ね、もう天気が良いとあっという間に桜咲いていますから、これで桜をちょっと撮ってみようかなと思ってやってきました。まあ、できれば空が青いので PL フィルターを使おうとか、あと桜がこれ白っぽく出るようであれば、まあ、見た目はね今ピンクには見えるんですけども、撮ってみて白っぽいようであればピンクにする施策も試してみようかなと思うところですね。では撮っていきましょう。はい、今これ桜枝先はね結構咲いてたりするので、このようにして見ていただくと結構咲いてるように見えますよね。今回使ってるレンズはトキナーの ATXI100mmF2.8FF ということで、これすごいピントが浅い状態、奥の方にピントを動かしていくとそれほど咲いてないようにも見えたりしますかね。はい、ただこの花が咲いてるところにピントを持ってくると、そう、見た目以上に咲いてるように見えるということがわかります。今回はこの上、真上に近い位置の桜を狙うためにカメラ位置を真上に近い方向に向けたいわけですね。そういったことで今回使っている三脚はスリックのライトカーボン E74 なんですけども、雲台、スリーウェイ雲台の方向逆につけてるわけですね。レンズの方向にハンドルが1本来るような位置で調整しています。これをすると真上の方向にカメラを向けやすいということです。これ逆方向に使えてるとハンドルが三脚に当たっちゃって上の方に向かないということになりますから、まあ、使い勝手の良さはちょっと慣れが必要なんですけども、こうして逆転して使うということをします。そして上の方にある桜を、今回青空バックですから最初は普通に撮って後で PL フィルターを入れて撮っていこうと思います。これが実際咲いている花というところなんですが、あ、風で結構揺れてますね。被写界深度を浅くすると本当に桜がいっぱいあるように、まあでも後ろの方は白くないからここだけ咲いてるっていう感じが分かっちゃいますかね。もうちょっと深度を浅くして見てた方がいいかもしれません。あ、でもすごい風で、はい、揺れてます。こうして見た時に、まあ、まずはこれ空をより青くしたいということで PL フィルターをつけてチェックしていこうと思います。はい、今 PL フィルターがついてる状態ですね。結構ピントが浅いので開放まで持ってきましたから、風で揺れてるところを追うのが大変といった感じがありますが、これで PL フィルターを回転させていくと、今空が白っぽくなりましたけど、この辺が青いかな。なかなかこの方向では PL フィルターの効果分かりづらいことが分かります。 PL フィルターをかざしてこのように回してみるとどうでしょう。うん、空の色少しは変わってきますね。この辺が濃いな、はい、というのが分かりますから、これで実際にこのカメラの先につけてチェックしていこうと思います。今カメラ位置と青空の関係を変えましたので、これだと青空と PL フィルターの関係分かりやすいと思います。今割と濃い状態です。ここから回していくとちょっと淡くなりましたね。また回していくとだんだん空が青く出てきますから、うん、この空が青いところで撮影するといい感じということだと思います。はい、だいぶ風が止んでる感じがありますので、この方向だと落ち着いて見ることができるのではないかなと思います。今ちょっと被写界深度深い状態ですね。もう一遍マニュアル設定で深度を浅くしてみようと思います。はい、今これは被写界深度浅めの設定で撮影をしてみました。うん、ここまで浅いと雰囲気が、春らしい雰囲気があっていいんではないかなと思います。またちょっと明るすぎるかな。ちょっとシャッタースピードを早めて画面を暗くしましょう。これぐらいの感じがいいですかね。ただこうして見た場合、桜の花がそれほどピンクじゃない、ちょっと白っぽいかなという感じがします。
こういう時に使う技としては、一つは最近のフィルタースターリーナイト、あれは赤っぽくするフィルターですから、スターリーナイトを使うというのが一つの方法。それに対してさらに派手に色を演出するんであれば、トワイライトレッドかトワイライトブルーかというところですが、トワイライトレッドだと今のこの青空の色が青く出ない可能性があるんですね。そこで私自身はこういった時に桜を撮影するのはトワイライトブルー一択だったりするわけです。これでまあでもこうやってスマホの割と色が派手に出る画面で見ると派手派手しく見えますかね。でも見慣れると結構いい感じに見えませんか。パネル順なんですけど、トワイライトブルーも絞り1段分の暗くなる露出倍数2倍ということなんですね。ゼクロスの CPL も同じく絞り段数1段分暗くなるフィルターですから、これ前後どちらでもいいということになります。今回はトワイライトブルーとゼクロスの CPL フィルター、これを重ねて使ってみました。どういう具合に出るんでしょうか。はい、今先ほどの露出で PL フィルターの前にトワイライトブルーを重ねました。やはり絞り1段分マニュアル露出だと暗くなりますから、ここでシャッタースピードを調整して明るくするということをします。まあ、空がなんとなくやっぱり青紫っぽい感じはしますが、トワイライトレッドよりかはまだ青く見えるんではないでしょうか。そうでありながら、桜の花がピンクに見えるということで、私はこの技をよく使うということですね。はい、背景の桜が咲いているのに対してが、はい、こういった具合でまだまだ桜これからシーズンなんですけども、もう早咲きはこういう具合に咲き始めています。はい、今一度トワイライトブルーをつけ直しました。こういった具合で白っぽい桜もピンクに見えるといったところがポイントですね。まあ、色が濃い条件が良ければこういったトワイライトブルーを使う技というのもありますし、でそれほど色が濃い表現がお好みでなければ、またとあの別の技スターリーナイトを使う技というのもご紹介していこうと思います。というわけで今回はこの春一番の桜を恵比寿に撮りに来たというお話でした。